こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。今日も始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい。今日は、サイドのアレンジをやってみました。はい。はい。今日のポイントは、なんで俺が言うんだろう。まあ、三つ編みのアレンジなんですけど、まあ、年末年始に多分着物着られる方だったりとか、あと初詣とかで、まあ、帽子かぶったりもすると思うんですけど、多分これ両方に合うアレンジになるかなと、まあ、2way でできるアレンジになってます。ぜひ年末年始お出かけの時に皆さん試してみてください。皆様、良いお年を。では、動画、スタート。N ドットのオイルをつけていきます。全体的にしっかりとまとまりが出るぐらいつけていきます。全体の髪の毛を少し左寄りにまとめていきます。ゴムで結んでいきます。ゴムを少し下にずらして真ん中に空洞を開けてくるりんぱをやっていきます。毛先を引っ張るんですが、左側の毛束を少し強めに引っ張るとサイド寄りに髪の毛が持ってこれます。くるりんぱのところを持ちながら、トップの髪の毛を少しボリュームを出していきます。毛先を3つに分けて強めに三つ編みをやっていきます。毛先を結んでいきます。その時に最後にお団子になるように丸めながら止めていきます。毛先の部分を持ちながら毛先の方から少しずつほぐしていきます。三つ編みの真ん中の部分も少しだけほぐしていきます。最後におしゃれゴムを毛先の部分に結んでいって、完成です。こんな感じで仕上がりました。サイドで三つ編みを作ることでより簡単にできます。年末年始お出かけする際によかったらやってみてください。これにワンポイントで帽子をかぶるとまた可愛くなるのでかぶってみてください。